水曜日、最新のトレンドを紹介する東京トレンドです。今回は今都内に増えている新しいスタイルを提案する新業態のカフェをご紹介します。家具や女性に人気の雑貨ブランドなど、今さまざまな業種がカフェ業界に進出しています。まずは下北沢にオープンしたばかりのカフェノルマーレ。こちらのお店は家具販売を行うインテリアショップノーチェが始めた新業態のカフェです。ここ最近雑誌などの媒体が減少して家具を見せる機会が少なくなっていて、そこで家具をどのように使ったらよいのか、私どものプレゼンテーションの場としてカフェをオープンすることになりました。メインメニューは20種類以上あるパニーニ。バター、ミルクの代わりにオリーブオイルを使用。粉の配合から焼き上げまでを店内で手作りしています。さらに店内には食べ物以外のメニューが。実はこれ家具のメニュー表なんです。店内で使われている全ての家具や照明の価格が分かるようになっています。お店で使用している家具や照明は全て全国のノーチェ各店やオンラインストアで購入できるんですけれども、家具の雰囲気や使い心地を感じていただくことで、お客様の家具選びのお手伝いができればと思っております。また同じ下北沢にはノーチェの家具を販売する店舗もあるので、気に入った家具があればカフェに立ち寄ったその足で購入することもできます。続いてやってきたのはキャスキッドソンの新店舗。キャスキッドソンは今年で誕生20周年を迎えるイギリスの雑貨ブランドで、バラなどのモチーフが特徴的です。そのブランドショップの隣に併設されているのがキャスキッドソンプロデュースのカフェ。キャスキッドソンはライフスタイルブランドとしてキッチン雑貨なども取り扱いしているんですけれども、その延長線として食っていうところでもお客様にハッピーになっていただきたいなというところから、カフェの併設という形になりました。バラの花びらを浮かべたローズスペシャルソーダやミニスコーンなどメニューも充実。中でも人気なのはこの店のためだけに開発された紅茶味のソフトクリーム。セイロンティーベースにオレンジピールとレモンピール、あとバラの花びらが入った紅茶の味になっております。ソフトクリームの上にはオリジナルキャラクターをかたどったクッキーも。ここでしか味わえない味と空間が用意されています。そんな中、今やカフェは情報発信や企業 PR の場にもなっています。渋谷シティラウンジは趣味に関する雑誌、書籍を発行する出版社が運営するカフェです。毎回毎回、毎月毎月、いろんな企業さんとのコラボレーションで、このお店を、やっております。メルシタンさんだったり、トンボ鉛筆さん、ゆるキャラを非常に展示したものだったりとかやらせていただいています。現在オープンしているのは天体望遠鏡などのメーカーで知られるビクセンとのコラボカフェ。星や宇宙をテーマにした展示や、今年の秋から冬にかけて見られると話題のアイソン彗星をイメージした限定メニューなども販売しています。都内に増えている新業態カフェは、新しいライフスタイルや趣味に出会える場所になっていました。